はい、こんにちは、総木監督と申します。イフトボール2023やっていきたいと思います。さあ、なんだかんだ言ってもみんなベイルが大好きということで、今回ね、これ無料でプレゼントされたやつなのかな、ベイルがもらえてたので、これをね、ちょっと育成して、使っていきたいなと思っております。ちなみにね、このギャラツ・ベイルですね、昨シーズンまでレアル・マドリーでプレーしていたんですけれども、今シーズンからね、ロサンゼルス FC かな、アメリカのチームに移籍しました。結構ね、経歴はね、素晴らしいものです。サウスアンプトン FC で、デビューしたんですけれども、そこで40試合5得点、その活躍が買われてトッテナムに2007年に移籍します。トッテナムではね、146試合に出場して42得点、ここで結構かなりね、活躍したんですよね。当初は左サイドバックだったんですけれども、その得点力が買われてどんどんポジションが前に移っていってね、最後は確かね、攻撃的ミッドフィールダーやってたんじゃないかな、なんかそんなポジションもやったりして、でそこで活躍したことによりレアルマドリードへの移籍が決まります。レアルマドリードではね、2013年に移籍したんですけれども、2013年から2022年までおよそ9年かな、在籍したんですけれども、9年8年176試合に出場して81得点、結構ね、数字は残してるんですけれども、よくよく見てみたらね、結構稼働率は悪いんですよね。かなり怪我、たくさん怪我したんですよ。もう10回以上ね、怪我して、もうほとんどシーズンね、出れてないみたいな状態がね、終盤は続いてましたけれどもね、そんなこんなで2020年21シーズンには、トッテナムにね、一回レンタルで移籍したりとかもしたんですけれども、かなり愛される選手です。でウェールズ代表ではね、108試合に出場して40得点、でこのウェールズ代表ではね、今年ですね、ワールドカップ、行われてるんですけれども、そのワールドカップですね、母国をね、64年ぶり2度目の出場にね、導いたんですよね。もうかなり、はっきり言っちゃうと、このウェールズの、歴史を塗り替えた男と言っても過言ではないです。で、この前、昨日ですね、昨日行われた試合ではね、なんと、ゴール、PK によるゴールなんですけれども、ワールドカップでゴール決めてね、ウェールズ史上じゃないですね、ウェールズ史上か分かんないですけどね、ワールドカップで初得点ということでね、凄まじいね、選手ではございます。ウェールズ代表の最多得点記録の保持者で、キャプテンも務めてるということでね、経歴だけ見たらすごいし、かなり持ってる男ではあると思うんですけれどもね、そんな彼をね、育ててみました。こんな感じですね。スピード90、そして、スピードを上げるためにね、上げた能力値でキック力がね、副産物で98になりました。結構強そうじゃないですかこれ。ということで、今回はこのギャラツ・ベイル使ってやっていきたいと思います。それではいきましょう。はい、それでは対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。まずは対戦相手情報、いつも通り見ていきましょう。レバとかサラとか100ついてる選手めっちゃいますね。 OK、 なんかゴールキーパーがセンターバックに飲み込まれていますが、なかなかでもレギュラーというか、あれ多いですね、スタンダード選手というかね、やっていきますか。ひょっとして普通ノーマルレバーなんかな。ノーマルレバーひょっとして100まで上がんの。おお、初めて知ったわ。 OK、 じゃあいきますか。調子をまず見てからのベイル。 OK、 今日はベイルがね、主役ですからちょっと使いますわ。で、エルマス何回か使ってるんですけど、あんまり良くないんですよね。彼は後半からスタートということでいきたいと思います。あとは特にこのままでいいかな。結構新戦力もね、たくさんいるんでね、いろいろ試していけたらなと思います。一応キミヒ右サイドバックね、はい、こことトニークロース、あとはこのね、ナショナルムバッペが、今回初めてですね、使います。はい、ちょっと能力的にはね、どうやろうな、なんか同じような感じでいつも育てちゃうんですよね。なんか失敗したなって気がします。なんかに引いて刺した方が良かったかなとは思いますけどね。 OK、 とりあえずやっていきます。Go。 さあ、それではやっていきたいと思います。キックオフ、行こう。さあ、ちなみにディビジョン3ですけれども、ディビジョン3に入ってからだいぶ苦戦してますね。ちょっとパス悪いわ今。しっかり寝起き屋がしっかりする。おっと、取れる。 OK、 ナイス。さあ、ちょっと昨日のね、アメリカとウェールズ見ましたよ。あんな朝早く、お、来た、ダメか。あんな朝早くやったけど、朝見たわけじゃないな、そのまま夜の延長で見たんですけどね。もうめっちゃやられてる。オッケー、危ない。結局6時まで起きとったからな。すごいな、でもワールドカップってやっぱ楽しいなっていうね、思いますけど。さあ、ベイル、ダメか、読まれている。オッケー、大丈夫。
ほら、ビッグセーブで来てる。え、マジ？期待しましょう。取れた。よっしゃ。トニクロから、はい。ムラッペからデブライネ。ダメか？一旦こうや。よし、来た。さあベイル。キック力は鍛えた。相当キック力鍛えたベイル。これは見事なセービング。そう、スピード上げたらね、その副産物としてね、キック力もね、手に入ったんですよね。よく止めましたよね。はい。行こう。さあ、すぐでもね、僕ね、寝ちゃったのもあって、イングランド戦だけ見れてないんですよね、なんか。これちょっといい。しっかり。OK。マッペ！いやー、ダメか。OK、OK。しかし、まあ結構ね、押してるような感じはしますね、今のところね。ワールドカップ楽しいですね。まあもうそもそも僕はね、サッカーに興味ありだした。興味ありだした？興味が湧いたのも、ワールドカップですからね。98年、ワールドカップから、サッカーね。デブライネ奪いに行きます。あ、ミスった。あ、ミスってない。さあ、フリーだ。あー、ダメか。ちょっとそのままダイレクトで打ってほしかったな。そういうダイレクト仕様はなかったのね。おいおい、ぶっちぎられてるやん。なんやねん、これ。いや、リュカさん。リュカさん、間に合いませんか？意味わからん。すごいな。意味わからん。マイナスのクロスみたいな。オッケー。さあ、行きましょう。早いですよね、ちなみにキーパーデヘアを採用しております。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。さあ、トニクロス、いい攻撃をしていても、相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。あ、ダメか。惜しかった。ちょっとベイルにも渡したかったな。ちょっとね、ぶっちぎるほどのスペースないっすよね。これは合いません。おぶね。おい、なんか変なボール。おい、ナイス。ぶっちぎれるスピード。あ、ちょっとミスった。今、ちょっと、ムーバッペの方がよかったか。おら、行くぞ！ダメか。いや、インパクトシュート打ったらよかったな。インパクトシュート打とうという、ちょっとね、その姿勢すらもなかった。なんだかんだ言ってね、ウェールズ対アメリカ見て、まあ、アメリカティモシー・ウェアのね、先制点が始まったんですけれども、まあ、ベイルのね、PK 取ったプレーがあって、まあ、ベイルの PK で追いついたわけですけれども、結局1対1か。なんだかんだ、やっぱウェールズ見てて思ったのは、なんだかんだベイル好きやな。なんかね、なんやろな、すごい。いや、ミスった。なんだかんだベイル好きなんですよね。アレクサンダー・アーノルド。なんかいろいろあったけどね。怪我しまくってね、なかなか試合に出れなかったりとかね、間取りでもいろいろあったけど、やっぱ僕たちはベイル好きなんですよ。トニクロース、そう、デブライネ、やっぱりなんか感謝してるというかね、うん、出島達成できたのもやっぱりね、ベイルがいたからこそっていうのもやっぱありますからね。うん、あの、どこの決勝や、リバプールとの決勝か。リバプールとの決勝、なんだかんだでもビッグマッチでね、しっかり活躍してくれて、タイトルもたらしてくれたっていうね、やはり記憶がありますからね。最後はかなりでもひどいもんやったけどな。その記憶もやっぱあるんやけどな。もうすんごいずっと怪我してたからな。いいよ。さあ、ムバッペ。あ、ダメか。これは繋がらんな。さあ、ちょっともっさりした展開になってきましたね。ゴールが遠い。ゴールが遠い。相手は結構サイド突破がいけてるよな。ここは奪います。いっちゃってますね、結構ね。オッケーよ。さあ、ここちょっと剥がしていけた。いいよ。いけてるんじゃん、これ。ほら、いけた！抜けた！抜けてない！ファンダイクの壁は厚い！ちょっと待て。あ、やばい。対応します。やばいやばいやばいと思いました。Fバリドスとしては、オッケー、助かった。中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますね。いけるよ。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。さあ、ここはしっかりつなぐ。デブライネ。デブライネ。ダメか。待ってくれ。ああ、最悪。サラーへ。取れるの？取れてないぞよ。待て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 。やばい。オッケー、ナイス。ロドリから。さあ、ここはちょっとベールでぶっちぎりたいところだが、ああ、ダメか。あー、落ち着いてほしい。フランスルにしたらよかった。フランスルにしたらせめてあそこの足に引っかかることだけはなかった。あー、ダメか。おーい、デブライ、よしよし、大丈夫大丈夫。さあ、サラ入りたいな。サラ、オッケー、これを読んでいた。よし、いいよ、一旦こう、はいはい、ロドリからの、はいはいはい、トニークロス、トニークロスがフリーになった。
いいよ。さあ、ベール来た。ベール来た。さあ、ベールから。ベールからどうする？ベールからどうする？ここを突破する。ぶっちぎる。そして打つ。来たー！こいつがギャラスビールだ。いいぞ、いいぞ。キック力があるからな。キック力があるから、本当は右で使いたかったけど、まあ、やっぱ右はね、メッシですよ。はい、それは許さん。そんな簡単なんで決められたら難しいからね。さあ、ロドリから展開する。さあ、これはギャレス・ベール。ギャレス・ベール。ギャレス・ベール！あー、ダメだ。はい、前半終了。いい感じでね、ベールのね、先制点入りました。いい感じだ。ほんまにいい感じ。後半頑張ろう。はい、それでは後半戦キックオフです。頑張ってやっていきましょう。OK、いいよ。バップちゃん。おい。おい。おい、なぜかあそこでフィジカル、謎のフィジカルを発揮してくれたけど、さあ行こう。ダメだ、読まれている。いやー、読まれていた。デュカさん待て。うおー、それ通ってしまう。取れる、ナイス。さあ、 F マリノス1-0リードです。おおー、ウムバッペがちょっとメッシにパスを要求してた。いいよ。あー、ダメ。おっと、謎の PK だ。PK なの今の。全然 PK っぽくなかったけど。謎の PK。なんかマッチパスのこともあるから、途中で消してほしくないんだよな。さあ、これをどうするか。ど真ん中だ。リオネル・メッシのど真ん中キック。オレ！よっしゃ！ナイス！オッケーオッケーオッケー。ベールに蹴らしちゃってもよかったけどな。ベールに蹴らしてハットトリックを達成しに行くよね。そういうミッションをね、してもよかったけど。さあ、あのエルマスみたいなやつ全然いいな。エルマスほんま使いにくいね。なんか絶好調でも活躍せえへんからな。こんな珍しいかな。さあ、トニクロスから。いいよ。ベールがもう走ってくれなくなってきた。どうしたどうした。おーっと、何があった。取れるよ。うわー、取れる。あー、うわい、マジか。オッケー。うわい、ギューディガ。うわー、ダメか。まずいまずい。よし、いい。よっしゃー、ルーベン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 。やばいやばいやばい展開。助かった。デヘア、ワールドカップ参加してないデヘア。素晴らしいですよ ね、 ね、ワールドカップはマジでいい な、 大きな。どこ優勝するかな。正直ね、ブラジル推しなんですけど、ブラジルが一番なんか穴がなさそうな感じだから、ブラジルは結構来てるかなと思うけど、一応ね、まあ、最初はフランスやと思ったんですけど、さすがにちょっとね、怪我人が 多すぎた。あ、オフサイドこれ完全に。おっさん、レオ走る。レオやめない。何やったら笛鳴らしてくれた方がいいぐらいなんだけど。OK、来た。取れるよ。OK。エンパペ。来たー！いやー、ちょっと遠すぎるわ。もうちょっと近づかなあかん。ベール。おら！来た！ベール！なんかわからんけど入った。OK。3点差。私がギャラス・ベールだ。ほんまやったらハットトリック達成してるぐらいの感じだけどな。いやー、今のは非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。まあ相手の不注意と言ってしまえば、ナイス。最高。高い位置で奪った勢いのままゴールに向かうといういい形。さあ、ベールがいい感じで絡めてますね。てか、うん、あ、強い。なかなか使いやすいな、やっぱベール。ベール、今日2点目のゴールです。さあ、さあ、俺が行く。ダメかー。F マリノス、現在3対0と相手に多く突き放すリードをしています。マイボール。ボールが来た。さあ、ちょっと選手変えた方が良くない？さすがに。なあ、もうちょっとデブライネも使えてきてるんで、ネイマールに変えましょう。ベイルもうちょっと使ってみとくか。あ、ヌニス使うの忘れてた。まあいいや、モドリッチだぞ。オッケー、これでいく。さあ、メッシがね、調子いいっていうのがやっぱいいっすよね。F マリノスは選手なんだかんだメッシ。なんだかんだメッシのチームやんな。どこも。メッシのチームやっちゃう。アルゼンチンってちょっとね、微妙なんですよね、なんかね。微妙に思ってしまうわ。痛い。よしよしよし。なんかメッシーがおらんくないぐらいのなんか感じやもんな。結構、なんだろう、ヨーロッパで活躍している選手っていうのは、あんまりメッシーが見当たらんみたいなね。誰だっけ、ラウタロとかも一応おんのかな。いいよ。ベイル、うん、いや、取られた。しかし、いい感じ、いい感じ、いい感じ。さあ、ベイルのハットトリックに向けてね。やっぱ結構何年経ってもベールって変わらんなって気がするよね。そうですね。また時間があるので次がないように慎重に行かなければいけませんよね。一旦こっちのサイドに振ってからのモドリッチのこの、ああダメか。大丈夫よ。おい、やばいやばい。やばいやばい。さあ、
ここでちょっと相手の、ね、攻撃を、お、やばいぞ、大丈夫、ニジガンを見ている、さすがに大丈夫や、うそーん刺さった、うそーん、やっぱインパクトシュート強いな、うわっ、めっちゃ、まだ2点差あるのにめっちゃパフォってるで、そんなことよりも早くボール回収してリスタートするべきやと思うけどな、ちょっとだいぶスペース与えすぎましたね、今のはね、あれぐらいのスペース与えてしまうとムバッペにやられてしまうということね、オッケー、さあ気に引き使おう、ここは気に引き使ってからのムバッペ、ペッからのハーッと、ほらダメか、ちょっと今のちょっとね、ちょっとゴール決めさせたい感情が動いてしまった、さあここでカウンター、取れる、そうはさせない、痛い痛い、いいのそれ、やばい、またインパクトシュート、なんでやねんどんだけ強いねインパクトシュート、やばない、やばいやばいやばい1点差まで追い詰めます、オッケー、しゃあないな、まあとりあえず1点差になってしまったから、これちょっとやばいな、あんまり抜かってたらねやられてしまうぞ、5点になってしまうわ、やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね、さあサイドに開く、ね、ミッシーからのネイマール、さあモドリッチ、うわーちょっと取られた、とっとよしよしよし、このまま勢いに乗ってくるんでしょうか、チームに勢いが出てきましたよね、よしよし、オフサイドオフサイドオフサイド、いやいやいや、78分あと10分あるからね、もう1点ぐらい狙うぐらいの勢いでいきたいですよね、連続ゴールに繋がったんでしょうね、どうする、これちょっと出した方が良くない、だからこれチュルッと出してチュルッと取られそうやもん、でも出してしまう、インターセプトを狙う、そのチュルッと出して、あ、やばいやばいやばい、これはどうだ、絶好の位置、シュート、あ、なんとかなった、ナイス、で、あ、もうやられた思ったわ、よし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 、お前のおかげでも完全にな残ってた、よし、さあよし、ちょっとなんとかこれ、危ない場面でしたが、危なすぎる、ちょっともう今のはもう同点にされてたと言ってもおかしくないもんな、このボール奪いに行きます、アレクサンダー・アーノルドへ、え、これはチャンスだ、取れる、よし、サイドサイド、いい攻撃の形は作れてます、あかん、ベールがボールを持てない、デブライネカットに行きます、やばない、危ない、大丈夫か、ああいうホアン・アイン・ザライとしてはまだ時間ありますからね、形は作れてるのでなんとか1点仕上げたいですよね、オッケー、ちょっとよし、ちょっとベール変えたいな、もうスタミナないやん、走ってへんし、走れ走れ、たいとこですよね、そうですね、タイムアップまでもう間もなくです、今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね、オッケー、メッシ、いやー入った、よっしゃよかったよかった、よし、もう選手変えるところか、いやもういいわ、このまま行くわ、もうこの時間帯やからな、もういい、よしよし、いいよ、さあワンチャンこのベイルのハットトリックを狙いに行くというね、さあネイマールだ、間違えた、あ、ちょっとドリブルオッケー、あ、来た、モドリッチ、よし、ベイルじゃなかった、詰めてへん、もう走ってへん、あいつも走れてない、バテバテや、さあ今アメリカリーグ、アメリカにおんのかな、どこにおんのやったっけ、ベイルって分かれへん、忘れてしまった、プレスを受けながらもきっちりゴールを決めていきます、おい、大丈夫、おお、さあいいね、いいね、いいね、ルーベン、いいね、さあここはもう2点差なんだよね、あ、3点差なんだよ、何点取ってるか忘れてしまってるっていう、ね、ゴールをきっかけに選手の流れを掴んだ感じですよね、もう1点いけますかね、ヘイ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 、アーノルドどうすんの、いけんのか、どっちやねん、ここは踏ん張りどころですね、オッケー、さあ狙ってきそうやけどな、デブライネで狙ってきたよし、シュートはバーの上にそれました、もうあと2分ですからね、だいぶ攻撃式上げとんの最強にしてるやん攻撃式、しかもパフォーの忘れてたな、まあいっか、まあいっか、この安い挑発に乗らないということね、来た、ベル、ベルだ、なんであいつパス出せへんの、うちに入ったんや、さあ一気にカウンター、オッケー、いいよ、ネイマールから来た、左サイド、
さあラストハットトリック目指していくぞ。ベイル前フリーやで、前フリーやった、前あのスペースもいっぱいあったで、まあいいや。はい、ということで5対2、いい感じですね。はい、ちなみにね、ベイルはね、評価点 7.5、MVP のメッシと同じですね。かなり使いやすかったんでね、この時期ね、まあこの時期とかワールドカップ期間中、多分ね、ライブアップでないんじゃないかなと思うんで、まあここでしっかりね、ちょっと使ったりしていきたいですね。ちょっと不調になることも多いかなという気はするんですけど、はい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。